ネタバレはコメントに書かないようお願いします。書くときは隠して書いてください。ネタバレコメントは削除させていただきますのでご了承ください。というわけで、この体の主導権を奪われていたのだ。それで私が信じると思っているんですか？信じてもらわねば困る。なぜなら本当のことだからな。男が浮気の言い訳してるカップルみたいじゃねえか。はい、そこやかないやかない。つまりこの俺の人格も、この体に残った唯一の心臓のものということだ。つまり俺も所詮人形ということだ。随分と愉快だろう、笑うがいい。そんなこと、しませんよ。私にとってアルネ様はアルネ様ですから。ふむ、そうか。いくつか、質問させてください。なんだ？アルネ様の本意でなかったとはいえ、襲われた人たちについて何か思うことはありますか？どう思うも何も、やったのは今の俺ではないからな。特に何も思うことはない。では、私に謝ったのは何だったんですか？あんな奴に体を乗っ取られたことで、どうやらお前に迷惑がかかったみたいだからな。不覚を取って、すまなかったということだ。次で最後です。アルネ様は、私を利用しているんですか？うむ、事件解決のために利用しているぞ。俺だけではこの屋敷で情報を集めるのは、面倒だからな。事件を存分に楽しむために、面倒ごとは省きたい。それがどうかしたのか。こうやって言葉を交わせているのに、吸血鬼と人間って考え方が違うんですね。何がどう違うのかよくわからんが、当然だろう。吸血鬼と人間は別の生物だ。人間だって動物の考えなど理解できないだろ。それでも私の気持ちをきちんと説明すれば、アルネ様だって理解してくれるはず。いえ、それは違いますね。だって私はアルネ様の説明を理解しても、それでいいとは思っていないんですから。違う価値観を押し付け合ったところで何も解決はしません。でもアルネ様が利用するって、やっぱり、私は、利用っていうか協力って感じがするがな。どうしたリランラインバイスよ、急に黙って。ああもう、なんで私だけがこんなに悩まなくちゃいけないんですか。急に大声を出すな。いいですか、私はアルネ様がしたことが許せないんですよ。別の吸血鬼に体を乗っ取られていたとか、そんなの知りません。っていうかそもそもアルネ様が、自分の血なんかに負けちゃったのが原因ですよね。じゃあやっぱり根本的な原因はアルネ様にありますよ。最強の吸血鬼とか言っておきながら、何負けてるんですか。は、すみません、ちょっと言い過ぎたかもしれません。なるほど、そういうことか。わかったぞリランラインバイスよ。お前は俺の不甲斐なさに腹を立てていたというわけだな。いや、違いますけど、そこじゃないです。なんだと？もう、アルネ様、私は、人間は身近な存在が傷つけられるととても辛いです。どんな理由があろうとも、それで納得はできないんです。理解できなくても、覚えていてくれませんか？わかった、覚えておいてやろう。ありがとうございます。それと、叩いちゃって、ごめんなさい。気にするな、あの程度では撫でられるのと同じだ。そんなことより、そろそろお前が得た情報を知りたいのだが。そんなことって。はぁ、わかりました。いいですか、私の頑張りをよーく聞いてくださいよ。これで、よかったんでしょうか。その場しのぎを、しただけです。これから一緒に調査をして、次また衝突したら。やめましょう、今は情報をまとめる方が先です。アルネ様素直に聞き入れてくれたじゃないですか。とまぁ、これが私が得た情報とナハセイラーという吸血鬼についてです。ふむ、屋敷の人間の行動などに関しては問題ないのだが、ナハセイラーは影の王と呼ばれていて、そして好戦的で食欲旺盛。情報が少なすぎないか。私に言われても、文献が残ってないんですから。仕方ないか。今回の事件、ナハセイラーの心臓が関係しているんですよね。お前の父親が、母親を生き返らせたがっていることを利用したんだろうな。そもそも、美写蘇生のクロマ術を教えたのも犯人かもしれない。ラインバイスケという家柄も、都合がいい。貴族が持つ権力の影響は、警察にまで及ぶ場合もあるからな。さらに手段はどうであれ、人体のパーツを集めていたのはお前の父親だ。精神状態も不安定だったのなら、いざという時に責任を全て押し付けるぐらい簡単だろう。そう、ですね、ですが。お父様の気持ちを利用するなんて許せません。さてそんな犯人をあぶり出すためにも、お前から聞いた情報をまとめるか。はい、お願いします。情報は集まってはいるものの、犯人が誰なのか全く見当がついていない。前回リランを襲わせたあの人物が犯人だと思うのですが、でもあの人物アルネ様を見ても動じてなかったよな。アルネ様の存在を知っている人物？なななんですかこれ、かわいい、かわいいです。あ、お前は初めて見るのか。簡単に言うと俺の血でできた舞台だな。エビリー、ブラッティ、キューティー、ノインテーター。急に元気になったかと思えば、それやめろ。は、無意識のうちに声が、今まで我慢していたものがここで一気に。そんなリランちゃんに、いいこと教えてあげよっか。実施、何ですか？これね、アルネが暇なもんだから一人で遊ぶために練習したんだよ。かわいすぎます。部屋に飾りたいです。無理だ無理だ。終わったらこの血は俺の体に戻すんだから。いえ、飾るのはアルネ様です。俺を？ほーんとリランちゃんって、変わってるよね。そんなことありませんよ。よだれよだれ。は、人間という生物は、興奮すると体温が上がるのでそれを下げようとして。それは汗だ。話が進まん。リランラインバイスは無視するぞ。そんな、私もしっかり仲間に入れてください。お前、吸血鬼の話になると急に面倒になるな。おとなしくしてろ。任せてください。リランラインバイスが集めてきた情報をまとめるぞ。これで犯人がわかるのか。さて、まずは。ちょっと待ってください。なんか屋敷の地図とみんなの人形まで揃ってます。いちいち驚くな。それは無理ですよ。
しばらく無視するか。今回の事件で明らかにすべきことは結局のところ、父親を誰がピロしたのかそれだけだ。だから、この屋敷にいた人間の行動を確認するのは事件の前後だけでいいだろう。まずリランラインバイスに、父親から電話がある前に行動していたのはメイドの二人だ。最初は小さい方のメイドが、部屋を出てキッチンへ行くんだったな。お父様のお水を取りに向かったはずです。その時警備員とシェフに会ったわけだ。この二人は事件が起こるまで移動していないんだよな。はい、そう言ってました。ちなみに警備員とメイドとコック、個別に聞いたんだろうな。その点は当然です。三人とも別々に聞きましたが同じ証言でしたよ。踏むならばいい。とりあえず進めるか。この小さいメイドが、キッチンにいる隙に、もう一人が、部屋を出たわけだ。さすがに、どこに向かったかは分かっているよな。もちろん、二階の客まで解散と合いびきを。まあハレンチ。二階の客まです。その通りだ。まあでも本当に二人で会ってたかは謎ですが、でも、どうしてこの順番だってわかるんですか。エリーゼが先かもしれないのに。実は僕が、ここの鏡で見てるんだよね。そう、メイドが2階へ行く姿をジェシェが見ていたんだ。大きいメイドさんの方が先にここを通ったんだよ。そうなんですね。つまり3階に行こうとする場合、2階のジェシェか食堂の警備員に目撃されるわけだ。なるほど。まあ警備員も容疑者の一人だから完全に信じるわけにはいかないが、警備員が目撃したという人物や時間には今のところ矛盾はない。それに基本的にジェシェが見ているからな。このまま進めてしまって問題ないだろう。わかりました。ジェシェの目撃証言もあれば確実ですね。そしてここで待機だな。メイドがキッチンを出たタイミングは、庭師が裏庭で目撃された頃だな。ということはまだ解散は客間に到着していない。その間ディアナは一人だったわけですね。その間にお父上の部屋に行ってピロすことは可能なんだろうか。解散がもたもたしてたら可能かもしれない。しかもお父上を落とした人は高所恐怖症。2階でマスメイドの元へ、庭師は行きたいが、ディアナが犯行を行えないぐらいの速さで行ってやるぜ。いやまだディアナが犯人って決まったわけじゃないから。よし、到着した。あの高さ、どうやって行く気ですか。自らの元気力では届かないようだ。当たり前だよ。あ、はしごはしご。もうもたもたしてますね。はしごを持っていきますか。だいたいこんな長いはしご一人で持てるはずがない。持ってる。いやー、愛の力は偉大だな。だがこれだけもたもたしてたらディアナもお父上の犯行を行う時間もありそうだ。いやもたもたしてたのはこいつの操作のせいで、解散はもっと俊敏に動いていたと思うぞ。ちなみにここの部屋に二人がいたことも、ジェシェは見ている。え、じゃあ私が嘘を見破らなくても。基本的に鏡がある場所は、ジェシェが全て見ていると思っていいぞ。私の頑張りが。でもすぐに鏡の近くに入っちゃったし、何をしてるのかわかんなかったから、リランちゃんのお手柄だよ。そうですよね。まあ、あのメイドが話した内容が本当かどうかは確認しようがないがな。アリバイ三角ってところですね。ジェシェが見ていない以上、本当に客間にいたのかどうかわからない。ちなみにリランラインバイス。はい。はしごは2階のテラスまで持ち上げることは可能だと思うか。どうでしょう、あのはしご大きいですからね。いつも解散は引きずって持ち運んでいるみたいですし。それにテラスには柵もありますし、一人では難しいのではないでしょうか。ふむ、そうか。実際、庭師が一人だけで部屋を出て屋敷の中に侵入した様子はないのか。1階の客間に限定せずに、そうだな、3階の客間とかはどうだ。残念ながら見てないよ。なるほど、わかった。あのはしごを持ち上げるのは無理かと。はーい、ここを通ったところは僕が見てまーす。わかったわかった。そしてエリーゼはお父様の部屋の前まで行き。メイドが父親の部屋を訪れるのが、毎日0時ちょうど。だが今日は、水はいらないと言われていたことをメイドは思い出す。ちょうどその頃、リランラインバイスに父親からの電話。さあ、二人が動くぞ。エリーゼは水の入ったコップをキッチンに戻すのが面倒くさくなり、2階の花瓶に水を入れようとする。グラスをキッチンまで戻すことが面倒だったメイドは、ここで水をし、花瓶とコップを割ってしまう。花瓶に水を移そうとして、割ってしまう。そうしているうちに、父親の部屋へ行くことを優先したリランラインバイスが、その音を無視してお父様の部屋へ、父親の部屋にたどり着いたわけだ。それからメイドは何をしたかというと、割った花瓶の偽造工作をしようとしたんです。そしてこの時点で行方がわからないのが解散とディアナ。メイドは証拠隠滅をしたいが、これだけ派手にやらかしてよくバレてなかったな。片付けますか。エリーゼ、ゴードンさんにバレる前に私が片付けをいたしましょう。こっちへは来ていない。あれ、倉庫ってどこだっけ。これはゴードンさんにバレるのも時間の問題だな。いやまだ間に合う。まあエリーゼと鬼嫁はなんか通ずるものを感じます。というかここで犯人と鉢合わせないということは、犯人は通知口を使ったんじゃないのか。まあこの時点で姿が見えない解散かディアナしかリランを気絶させることはできないと思いますが、あとは密室の謎か。花瓶を手に入れた。エリーゼは第一発見者の警備員のベルントさんが大声を上げる直前まで倉庫にいたそうです。あの子なら花瓶をずっと探してても不思議じゃないです。どんくさいんだな。それは、はい。つまり、私がお父上と話してる間に、だいたい5分ほど片付けをして、そして、私殴られる。お前が2階に気絶するときは、倉庫で花瓶を探していたわけだ。2階に行って何ですか。2階に行って花瓶の片付けを後回しにしたら、もっと早く倉庫に入れるな。ふむ。いやもうこれ、ほぼほぼ犯人わかっちゃったんじゃないです。この間は、警備員以外の全員が部屋の中にいたことになるが、誰にも見られずに行動するなら、ここが都合がいいな。お、
やっとジジイが動き出した。この執事に関しては、考えるまでもない。部屋の位置的にも、どこかへ行くためには必ず誰かに会う。2階へ行くときは自社の鏡の前を通り、東へ行くときは警備員に会う。そうですね。ゴードンさんは自室で本を読んでいた後、キッチンでハインツさんと話をしていたそうです。ベルントさんも見たと言っていますし、ハインツさんの話とも矛盾はありませんでした。ちなみに、ジェフとは何を話していたんだ？来週の食事のメニューや、予算の話をしていたそうです。真面目でつまらんジジイだな。つまらんジジイって、扱いが雑すぎます。まあジジイだからね。しょうがないね。そんな理由で雑に扱わないで。0時30分に警備員が父親に呼び出されていたらしいな。どうして呼び出されたのか、ベルントさんもわからないみたいでした。確かお前の父親は家を出るとかなんとか言っていたんだよな。はい。その言葉の通りだったのならば、第一発見者としてとかだな。第一発見者？父親によく似せた機体があっただろ。あれを見つけさせてピロされたと思わせたかったんだろう。まあ実際にピロされたわけだが。お父様、どうしてそんなことを。あ、でも朝にメイドたちに見つけさせた方が。そうだな、警備員に見つけさせることにメリットはない。もしかしたら、犯人の計画にはなかったのかもしれないな。まあ、可能性は多い方が愉快だ。愉快じゃありませんよ。ベルントが呼び出されていたのは予想外だった。うわ、もう首ちょんぱ。ここでリーでも走行出たのか。そして、警備員は持っていた合鍵で扉を開けた結果、無様に気絶しているお前と、機体を見つけて大声を上げたわけだ。その、無様って何ですか？ところで父親も部屋の鍵を持っていたが、あとは誰が持っているんだ？合鍵は警備員のベルントさん以外だと、執事のウォーデンさんとメイドの二人が。持ちすぎだろ。あ、でもエリーゼの合鍵はもうありません。一月ほど前にトイレに流してしまって、それから持たせてもらえてないです。それからは必ず執事のウォーデンさんから借りて、すぐに返さないと怒られるシステムになってました。なんだそのシステム。それで、その小さい方のメイドだが、警備員が機体を見つける直前に、鍵を戻しに2階へと降りていたわけだな。はい、ベルントさんの悲鳴でまた割りそうになったと言ってましたよ。そしてその警備員の情けない声に反応して、でかい鍵そんなにあったのかよ、密室関係ねえじゃん。小さいメイドと、エリーゼです。大きいメイド、ディアナです。その二人が集まったそうだが、その間警備員は何をしていたんだ？ベルントさんは、極端に気が苦手なので、ダンスで気を紛らわせていたかと、違うよ。気絶してたそうです。本当の話ならベルントはお父上をピロすのは無理ですね。は？ベルントさん、ものすごく気が苦手なんですよね。エリーゼがよくドギをして、指を切って血が出たりするんですが、ベルントさんは心配して駆けつけるたびに、その少しの血を見て気絶してました。なんだその使えない奴は、警備員はいつか機体を発見することこそ醍醐味じゃないのか。レアケースすぎますよ。逆に、よくそんなんで警備員になれたな。まあいい、それでメイドが他の奴らを呼びに行って。おや、ベルントとリランが気絶していたなら、ディアナだけが行動できそうですね。だ、確かに、推理すればするほどディアナが怪しくなっていく。それぞれ集まったわけだな。この間カイさんはどこにいたんでしょうかね。屋敷の中にいたら普通に怪しいから中には見逃げたんじゃないのか。さあ情報の整理は終わった。それぞれの動機も十分だ。だが犯人が誰か考える前に一つお前に確認しておくことがある。なんでしょう。リランラインバイス、お前の飼っている犬は随分と優秀なようだな。確か特定の人物以外には襲いかかるんだよな。さっきみたいに。はい、私とお父様、そして庭師の甲斐さんにだけは懐いていたはずですが。それはどうして襲われたと思う？それは簡単だ。普段のお前と違うところがあったんだよ。優秀すぎるがゆえにお前は襲われたんだ。普段と違うところ？それは一体なんだ？そりゃやっぱり、あれが違ったからでしょう。私はいつもの洋服を着ていませんでした。もしかして、見た目ですか？間違いないか？はい、間違いありません。ジャージを着てたから。お前は毎回同じ服を着て、犬に会っているのか？そんなわけありませんよ。それに、ジャージ姿も見たことあるはずです。他の理由が、見た目ではない。では、おい主、間違ったじゃねえか。ということは消去法で、もしかして、匂いですか？間違いないか？え？私臭いですか？臭いんじゃないんですか？普通臭いって理由で襲ってくるか？私が気絶から目覚めた後、服には気がついていたから着替えましたが、きっと着替えただけでは、他人の血の匂いが取れていなかったんですね。私にはわかりませんでしたが、あの子たちはそのことに反応して。その通り、俺も血の匂いには敏感でな。わずかだがお前からは血の匂いがする。お前以外のな。つまり。ちょっと待ってください。それってやっぱり臭いってことじゃないですか。ちょっと血の匂いがするだけですって。なんだ、これからが大事なところなんだ。あ、血を戻したからまた大きく。って違います。私からする血の匂いは、アルネ様もわかるんですか？そう言っただろ、だから。いや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 、だからじゃないですよ。なんかそれってすごく恥ずかしいんですけど。うん、別にいいだろ、それで。よくないですよ。よく考えたら、二晩も入ってないんですよ。ああ、もう一度気になりだしたらダメです。このままではアルネ様の話にも集中できません。私、お風呂に入ってきます。おい、ちょっと待て。話はまた後で。リランちゃん乙女やねー。そりゃ愛中の相手にはいい匂いでいたいものだからな。実際。
ディランちゃんのことでしょ。わかってるよ、任せて。あ、でもお風呂の中までは見ないからね。僕って紳士だから。わかったわかった。それにしても、ディランラインバイスはどうしてこのタイミングで風呂なんだ。乙女心なんてあるねには絶対わからないよね。それ以前に人間の気持ちがわからないんだからさ。なんだそれは、あいつは番犬に襲われたことの意味をしっかりと理解できているのか。あいつを呼び出した手紙にしても、血の匂いがついていることを知っていたことも、どう考えても、次に犯人から狙われているのはあいつじゃないか。そんなこと、考える余裕がないぐらい恥ずかしかったのかもね。まったくあいつは。次回、ディランのお風呂シーンが